日本統治時代の南カラフトの鉄道では、日本統治時代の南カラフトの鉄道のカラフト町鉄道や内地編入後の鉄道省、カラフト鉄道局について記す。ソ連軍進行後については、サハリンの鉄道の項目を参照。1930年代のカラフト町鉄道事務所、庁舎明治初年においてカラフトは、国境確定ができず日露根従の地とされたが、 1875年のカラフト・チシマ交換条約により一旦、カラフトはすべてロシア領となった。その後、日露戦争の講和のため1905年9月5日に締結されたポーツマス条約によって、北緯50度線以南が日本領となるが、それに先駆けて、同年7月には日本軍が上陸しており、8月には軍勢が島全域に敷かれた。 大止まりから豊原の間に軍事物資を輸送するための交通機関が必要となったため、軍用の鉄道を敷設することになった。これがカラフトにおける鉄道の創始である。カラフト民政省が置かれた後の1906年9月24日に、機関600ミリメートルの路線として着工され、わずか55日後の11月17日には、春工、12月1日には、 コルサコフ・ウラジミロフカ間4 3 3トルで営業が開始された。この時設けられた途中駅はトレチャパーチ・ソロイオフカ・ミツリオフカ・ホムトフカの4つであり、軍事輸送の他に民間の旅客、貨物輸送も行った。当時の鉄道の要所には以下のような生札が建てられた。12月1日より便乗を許可すただし、生命財産破綻その攻めに任。 ゼズメージ39年11月カラフト軍用、京弁鉄道半死化し特管工事であったため設備が貧弱であり、前線の所要時間は6時間にも達し、標定速度はジョギング程度の約時速 7.2km という有りさまであった。車両は、機関車はドイツ製総合式の小型蒸気機関車であったが、その他は無害車があった程度であった。そのため、冬は、 再寒月の豊原市で平均氷点下摂十13.7度となる中、無害者の上にテントを張っただけの車両に寒さに耐えながら乗車しなくてはならなかった。1907年3月15日には、カラフト民政所に代わってカラフト町が発足、鉄道も4月4日に、軍部からカラフト町の交通課に移され、太平洋戦争終戦までに以下に記したような鉄道路線が整備された。 また、1910年には、期間も日本国鉄と同様の1067 m m に改められ、さらに1923年には、北海道稚内市の稚内駅から大泊港駅の間を結ぶ、筑白連絡船が開かれて、その他に存在した小樽大泊、毛花間、稚内本都間、小樽坂江浜間の民間航路などとともに、それを挟んで内地の鉄道との連絡運輸も、 始められた。1943年にはカラフトもナイチャ編入され、鉄道もカラフト町から鉄道省に移管、カラフト鉄道局が設けられた。1945年の米英諸によるヤルタ会談により、ソ連はドイツ降伏の3ヶ月後日ソ中立条約を破棄して対日参戦し、南カラフトはソ連が獲得することで合意された。これに基づき、 日本の敗戦直前にソ連軍が進撃を開始して、1945年8月中にはカラフト全土が占領され、鉄道も接収された。日本による鉄道の運行は停止し、8月24日を最後に鉄道連絡線地泊航路の運行も途絶えた。翌1946年2月1日付でカラフト鉄道局が廃止され、 同時に南カラフトにおける鉄道省の全路線が書類上廃止とされた。なお、ソ連への接収後に旧カラフト鉄道局の権利、義務を引き継いだ日本国有鉄道は旧カラフト鉄道局の土地、建物、工作物、機器を微望科学で整理しており、後の国鉄生産事業団の固定資産原簿にもカラフトにおける旧国鉄財産の存在が示されていた。 ただし日本統治下でないため、事業団が債務召喚の目的をもって、カラフトの土地を処分することは不可能だった。未成線、久春内から5 0トルほどの地点、中層庫までと、めぐみしとり方は、めぐみしとり周辺から上めぐみしとりまで、路盤工事が完成し、一部機場の布設も済んでいた。しかし、選挙区の悪化から機場を剥がしカラフト東線の、 延長に使われた。終戦時点では未着工。ソ連編入後に着工され、1971年に開通した。ABCD 再確定がカラフトの歴史国書館公開、東京都、1977年12月25日、第2冊、377から378ページ。 直例第351号官報昭和18年3月31日 AB 国鉄生産事業団市11年半の歩み日本国有鉄道生産事業団1998年10月21日54ページありがとうございます